あなた方はケイブ、地下洞窟に潜った状態です。かつてプラトンがこういう比喩を述べています。我々人間たちは洞窟の中にいて光を見ることがなく、光によって映し出された壁面の影を見ているだけ。皆さんもまさしくそういう状態です。皆さん方の多くは欲望のままに振る舞うことを自由だというふうに思っていらっしゃるかもしれません。欲望に近づくことが、欲望を自由自在に叶えられるようになることが光に近づくことでしょうか。アリストテレスは欲望や感情のことをパトスと呼んでいます。パトスとは、これすなわち降りかかってくるものという意味です。雨やあられも降りかかってきます。さらに目の前に木があったり森があったり川があったり山があったりするということ、これもパトスだというふうに言います。物もパトス、感情や欲望もパトスです。カントという人は今のアリストテレスの議論を踏まえた上で、欲望のままに振る舞う人間は自由の対極にある存在、全く不自由な存在だというふうに言います。何故ならば、欲望は、性欲は、さまざまな金銭欲や物欲は皆様に降りかかってくるものです。欲望のままに振る舞えば降りかかってくるもののままになってしまうということ、これすなわち不自由そのものです。降りかかってくるものに負けるのではなく、降りかかってくるものにもかかわらず自分自身を自由自在にコントロールできること、これが真の自由ということになるでしょう。それでは真の自由を得たあなた方はどこに向かえばいいのでしょうか。皆さんは旧約聖書その他でユダヤ教やキリスト教の現在の観念を学んでいるはずです。しかしこれは旧約聖書の時代に存在したさまざまな宗教的な観念のごく一部にしか過ぎません。例えば現在とは何ですか。エデンの園でエルシファー、すなわち悪魔のそそのかしに応じて禁断の好み、すなわち知恵の実を食べてしまったこと、これが現在の源だというふうに皆さんは教わってきたはずです。しかし旧約の外典、すなわち旧約聖書としてまとめられた話のまたその別の話によれば、全く逆のことが語られています。ルシファー、皆さん悪魔だというふうに教わっていますが、これは光の人という意味です。例えばなんとかルクス、というふうに言いますよね。明るさを示す単位、ルクとかルシっていうのは光という意味です。ギリシャ語で言えばプロメテウス、火をもたらした人という、そういう言葉とほとんど同じ意味になります。すなわち旧約の外典によれば、ルシファーはアダムとイブをそそのかした悪魔ではなく、むしろエデンの園の管理人、主催者であるところのヤーウェ、このヤーウェの下で単なる動物的な存在に押しとどめられていた彼らに知恵を授け、自分たちの置かれている状態について自覚をさせ、ヤーウェよりももっと上にある全知全能の神に近づくようにそそのかしたというよりも奨励した、
励ました、そういう存在だというふうに語られています。皆さんが向かうべき光、それは欲望を自由自在に思う存分果たすという意味での自由ということではありません。それは全く不自由。皆さんは自らの主人となって、ルシファー、すなわち光の人の励ましに応えなければいけません。さらにこの教団にいらっしゃった皆さんは、世間の普通の方々に比べれば、むしろ欲望を存分に果たしてきた人が多いでしょう。欲望を単に断念しただけの人間は、自分がもし自由自在に欲望を果たせていればなというふうな妄念を抱きがちです。しかし皆さんのようにありとあらゆる、まあ、よこしまな、あるいは猥褻で猥雑な欲望にまみれた人生を送ってきた方々は、むしろ、まあ、気が済んでいるというか、こんな状態が、こんな人生がいつまで続くんだろう、こんな欲望や煩悩にまみれた生活がいつまで続くんだろうと、そういうふうに思ってきたはずが、来た方々が多いはずです。そうしたあなた方こそまさに光に向かうべき資格を持っているというふうに言えます。その意味で皆様方はまさに選ばれた存在だと言えるでしょう。